どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりスイカだぞ。今日は短編として5分で解説シリーズよ。おう、何をやるんだ？この時期といえば決まっているわ。土曜の牛にちなんでうなぎ様をやるわよ。うなぎ様。この時期はどこに行っても、予約受け付けていますってやっているじゃない。それはそうだが。今年の土曜牛はなんと2日あるそうよ。2日も？どういうことだ？もともと牛の日というのは中国の暦が元になっているの。その季節の変わり目のことを牛の日と呼ぶのよ。季節の変わり目？ということは夏だけじゃないのか？そうよ。四季ごとに牛の日があるのだけれど、日付のズレによって2日ある季節もあるの。その時を一の牛、二の牛と区別しているのよ。ほう、まあなんとなくわかったぞ。あんたね。それよりも土曜牛の起源をやるんだな。知ってるぞ。平賀源内というお医者が広めたんだろ？その説が一番有名よね。夏には味が濃くて脂っこいうなぎが売れないから、なんとか売る方法を考えたのが最初という説ね。え？その説以外にもあるのか？そうよ。諸説ありで正確にはわかっていないの。じゃあ平賀源内をするんじゃないのか？何言ってるの？うなぎ様をするって言ったじゃない。なんだって。仕方ないわね。じゃあ平賀源内のエピソード紹介をするわ。いやいや、こっちが本題だからな。さっき、スイカはお医者と言ったけど、彼の活躍した分野はとても広いわ。和製のダヴィンチとも言われ、一番有名なのはエレキテルじゃないかしら。エレキテル、なんか芸人でいたような。それは忘れなさい。とにかく、静電気を発生させる仕組みで、7年もかけて独学で再現に成功したの。すごい根気だな。ただ、治療に使うために開発したのに、見せ物として広まってしまったことに、平賀源内はひどく落胆したようね。見せ物としては不満だったのか？もともと、医療用にと考えていたのだけれど、電流が弱くピリピリする程度で医療としての効果がなかったのよ。変わった機械として、お金は入ってきたのだけれどね。すごい安いやつだったんだな。そんな間違いなく偉人である彼なのだけれど、最大のやっちゃったエピソードを紹介するわ。おう？やっぱり何かあるのか？はい。ここからが本題です。多彩な才能を持っていた平賀源内ということは分かってくれたと思うけれど、その才能を見込まれて、彼の元にはたくさんの相談が持ち込まれていたの。そりゃあ、そうだろうな。ある時、とある大名から、業者に屋敷の修理依頼を頼んだが、適切な価格だろうか？という相談があったわ。ふむふむ。平賀源内は自分ならもっと安い価格にできると返事をしたため、相談された大名は大喜びで、平賀源内に修理を依頼したの。まあ、安い方がいいよな。そしたら、最初に修理を依頼されていた二人と大喧嘩になってね。雲行きが怪しくなってきたな。責任を感じた、大名は宴席を設け仲直りを即したの。なんだ、解決じゃないか？そう。その場は和解した三人だったのだけれど、盛り上がった後そのまま寝ちゃってね。次の朝に事件が起きたのよ。チャラララ、チャッチャ、チャラー。朝起きるとなんと、平賀源内が作った見積もり書がなくなっている。なんだと、事件の香りだな。一緒に飲んだ二人の仕業に違いないと決めつけた平賀源内は、もう、嫌な予感しかしないぞ。問答無用と寝ていた二人を切りつけたわ。話くらい聞いてやれよ。一人は即死、もう一人も重傷を負ったわ。うわぁ。そして、その見積もり書は、見積もり書は？平賀源内の帯に挟まっていたのよ。最低じゃねえか。さすがに後悔して、自殺しようとするのだけれど、止められて、入獄。そして、獄中でその生涯を終えてしまう。天才の残念すぎる最後ね。どうしてこうなったし。はい、いかがだったでしょうか？というかうなぎの話ができなかったじゃないの。いやいや、こっちがメインだからな。まったく、時間が来ちゃったわ。今年の土曜牛派。7月21日と8月にかよ。私へのお供えを待っているからね。お前は結局それか。
今回の動画が面白いと思っていただけた方は、動画作成の励みになりますので、高評価チャンネル登録お願いします。次回は金曜日なのだけれど、海外への使節団をすると明治に入っちゃうから、先に幕末の偉人、大久保利通をするわね。おう、了解だぞ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さいならー。またなー。